タイヤの方で、そうすると結構痛々しいですね。はい、こんにちは。こんにちは、一郎です。今回の企画はね、前回やっちゃったよね、ホイール。はい、ガリッと。だいぶ前だけど。だいぶ前だね、あれ。いつだったっけ、はい、半年ぐらい前多分。で、パテ持ってアルミテープ貼って直したやつ。はい、あれから随分時間が経ちました。はい、結構その後もこれ走行距離乗ってます。はい、その後、そのアルミテープがボロボロになってるのか、どうなってるのか。そう、もう一つコメントあったよね。アルミパテがいいんじゃないの？あります。結構その意見多くて、調べたね。そう、調べたし、実際やってみました。やったんですよね、あれね。はい、その動画をこちら。じゃん。お、アルミパテ買ってきたの。はい。で、ちょっとお店の人にね、はい、なんか捨てるホイールないって。おお、聞いてみるもんだよね。まあそうですね。これ自動車用ホイール取り扱い注意だってそんなの貼ってあるんですか。すごい。さあ、どんなホイールでしょうか。どんなガリッツでしょうか。ほら、やっちゃっとるよ。ほらほら、相当じゃないですか。ほら、うわ、これさあ、これをちょっとそのアルミパテっていうやつで、はいはい、どこまで綺麗になるの。はい、ちょっとやってみようよ。はい、まずアルミパテで、はい、直してみたいと思います。お願いします。ヤスリで削る。あ、そうなんですか。あー、出っ張っちゃってるところですね。混ぜると固まる。で、混ぜながらどんどん固まったりしね。おーいね。うおー、かーつわー全員、ああみたいな。よし、いくよ。はい。お、すごいね。お、色いいじゃないですか。いい色。一応これで塗り終わりですね。うん、乾いたかな。乾きましたかね。うん、乾いたね。うん、カチカチ。はい、まずここで思ったのは、はい、ボディパテの場合はすごく早く乾いたよね。効果1時間ですよね、あれは。あれ1時間だった。これ結局1日、まあ、12時間以上。12時間以上。推奨は24時間って書いてあったから。よし、はい、まずちょっと削ってみます。はい、どんな風に削れるのかな。削り心地はどうですか。あ、削り心地、もういや、これなんか主観的にアルミパテをダメだと思ってるでしょって、こう勘違いされそうだな、これ。あのボディパテは、うん、ほんと軽くシャッシャッシャッシャやるだけでも、ほんとにもう思うがままに削れるイメージ、うん、これ引っかかるんだよね。やっぱ硬いですか。硬いっていうかね、なんか粘度を感じる、粘着だ。ああ、そうなんですか。え、乾いてないとかじゃなくて。いや、乾いてるけど、やっぱアルミを配合しとるからかな。どう？なんか言ってることがなんとなくわかりますね。そう、これがね、あのボディパテの方がすごくやりやすい。だから多分形を作るとしたら、ボディパテの方が形を作りやすいよね。なるほど。まあ、あくまで個人的な意見だけど、もうね、うん、ペーパーじゃほんと削れんから。はい。あれ、棒やすり。棒やすりで削っとるけど、見て、早いしさ、まあまあ綺麗に削れる。ほら、すごくない。綺麗。ちゃんと面出てきとるよ、うん、どう、棒やすりでもまあまあ形になる。なかなか面出てますね。これでペーパーでやれば楽ちんですよ。どうですか。まあまあ、ちょっともうちょっと調べようかな。いや、これ棒やすりなかったら相当大変ですよね。棒やすりなかったら、いや、まあもう何日かかるから
模様できちゃった。そう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 、この結局ここのこの並々の削れちゃったところは、うん、形が分かりますよね。そう。ただやっぱりどうしても僕個人的にはこの境目が気になる。なるほど。出ちゃったもんね。これを隠すにはやっぱりアルミテープですよ。僕の個人的に。社長の意見的にはアルミテープの方がいい。ってなると、アルミテープ貼るんだったら作業性のいい乾きの早いボディパッテになる。まあ結局隠れちゃいますからね。そう。はい。はい、こことここ、これも全部アルミテープ貼ったから。はい。だから、もともとガリ傷あったってあんまりわからん。もうそうですね、わかんない。うん、で、このこれが本物だけど、光沢具合がよう似とるよね。いや、めっちゃ似てますね。あー、似てますね。似てるよね。あら。で、どっちがいいと思う？アルミテープと。いや、こうやってもう全面的に、もうその面で貼っちゃうんだとしたら、私アルミテープの方がいいんじゃないかなと。そうだよね。まあでも結論、あんなにガリガリだったホイール、ちょっと離れてみたらわからんよね。もう形はやっぱ綺麗になったし、変な凹凸はなくなったから、こうやってくるくるくるって回したら、もうこれどこに何がこうあったかわからないからね。はい、どこだっつって。あ、もう最初にメイン行くの、そのアルミパテの方、ここにメインが行く。そうそうそう、一生懸命探したとこ時にそこにまず目がいっちゃうかなっていうことは、やっぱり全体的にアルミテープ貼れば分かりにくいよね。うん、めっちゃ分かりづらいです。その全面張りだと相当分かりづらい。全面張りもいいかもっていうことで、いいかも、どうなってるのか、はい、ちょっとね見てみたいと思いますよ。はい、はい、まず、今そこからオイルの僕がアルミテープ貼って直したところ分かる場所、何時の方向って言ってみて。いや、これカメラでズームしてみちゃダメですよね。え、じゃあズームしてみたら。今の肉眼の私だと分かんない。分かんない。じゃあズームで。分かる。一回舐めます、マジで分かんないじゃん。もっと、もっと、もっとズームしてごらん。あ、これ？うん。何分？5分ぐらい。そうですね、1ぐらい、1から5分。はい、まず。ここやね。ここか。はい、あと、え？あ、そっか、2箇所か。あ、ちょっともう1回ズーム。1個目がそこでしょ？はいはいはい。そんなに離れてなかった気がするんだけど。分かんない。ええー。はい、ここ。え、もう撮りすぎてる。15分のところ、ここ。あ、言われてみれば分かる。そう、だからね、アルミテープ貼っ、まあアルミテープ貼るだけじゃダメなんですけど、貼ってもって、アルミテープ貼ったら、本当にもう気にならなくて。すごい。じゃあちょっとじっくり見てみようか、近くで、うん、いやね、アルミテープバカンできんよ、本当に。そのうちはショップじゃないよね、今ここミスタータイマンさん。はい、いつもお世話になってます。はい、いつもお世話になってます。店長、今日休み、休みとこありがとうございます。ありがとうございます。でね、その店長さん直したわけじゃないよ、僕がその昔からユーザー時代からやってたよ、ね、そう、ユーザー時代からやってたように安く、うん、そのまあホイールガリッとするとやっぱりショック受けるじゃん。まあ結構高いの履いちゃってたりするとね。結構ショックだったもんこれ。いや、だいぶだいぶへこんでましたよ。で、そういう時にやっぱりそのなるべくお金をかけずに、気にならない程度に、こう素人でもできるっていう紹介だったのね。はい。プロショップがやるっていうんじゃない。はい。だけどここまでのことができるし、アルミテープ貼ったらなんだアルミテープかよなんて言ってた人もいるけど。はい。いやね、アルミテープバカンできないんだよ。いや、すごいですね。ほら、全然剥がれてない。全然剥がれてない。もっとなんかこうペロペロきちゃうかなって。うん、うんうん、アルミテープのところもう全然その貼った時からそんなに変わってない。ここもこっち側もそっち側も特によくわかんない。ええ？これ、ここすごいよね。全然剥がれて一体化しちゃって全然剥がれてないよ。先っぽすら、そうそう、先っちょ、この角
めくれてない。もうめくれてないよ。すごいよね。すごい接着剤。接着剤。接着力。そう。すごいです。アルミテープっていうのはバカにできないということがこれでお分かりではないでしょうか。はい。じゃあどこでぶつけたかって実はこの近くなの。はい、そうですね。じゃあ今から行ってみましょう。はい。レッツゴー。それではね。はい。ぶつけたところに行きますよ。まあ、ぶつけたっていうか、はい、ホイールをガリった場所ね。はい。はい。あそこ。この入り口ですね。ここの入り口。これね。あ、意外と高い。ここ。ここです。はい、ここですね。で、ここの入り口に、この、あんまりハンドルを切らずに行ったんだよ。こんな感じだったんですか、ね、そう。今ちょっと周り車いないから、うん、ちょっと降りて。外から降りてみてみましょうか。ここをハンドルあんまり切らずにこうやって入ってる、うん、あーそりゃなるわこれね、うん、でこれでガリッとやっちゃったと。なるほど。でじゃあならない方法は、はい、なるべくね、うん、こうやってスイッチタイヤの方で、うんうん、そうするとギリでしょ。これでもギリ、めっちゃギリ。これならならないなるほどね。はい、帰ってきました、はい、あの場所だったんですよアルミパーティー難しかったよ、ね、いや、あれも思った以上に難しかったです。あれ削れないの、まず。あと多分意外と色は均等にならないっていうところも。そう、色も均等にならないし削りにくいから結局上からアルミテープ貼った方が綺麗かったじゃん。そう、だから、そうそう、このアルミパテをバカにするわけじゃないんだけど、僕はちょっと普通のパテのアルミテープの方がやりやすかったと思う、うん、まあ、そうですね。もう圧倒的削って形を作るのは普通のパテの方が、うん、楽しそうだった。もう絶対に綺麗にできる、うん、アルミパテ本当削っても削ってもさ、いや結構大変でした。削れなかったじゃない。すごい汚れるし、すごい汚れるし、大変だった。アルミパテも実際やってみましたけど、はい、まあ、僕から、まあ、や両方やった意見としてね、はい、まあ、僕個人的な意見ですよ、はい、やっぱりこれがいい、まあ、そっちはこれがいいと、まあ、あのもっと気にする人はもうプロショップでね、うん、その直してもらったらいいと思うんですけど、はい、まあ、自分で DIY 感覚でお金をかけずに直そうと思うと、まあ、この方法があるんではないでしょうか、はい、まあ、もしどんな方法で直したか気になる人は、まだ見てないよっていう人は、あの説明欄にリンク貼っておきます。はい。ホイールガリっちゃったっていうようなことになってるんで、はい、で直してます。はい。そのムービー見てもらえばと思います。あくまで DIY です。はい。素人目線でやってますので、はい、その辺はご理解ください。お願いします。はい。それじゃあ今回もね、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。またチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。